はい、以前からご質問いただいてましたんで、まとめてお話します。子育て論の続きでございます。まあ、私が子供ね、1歳の子供を持ってるから余計なのかもしれませんけども、今同じようなね境遇で、これから子供を作りたいんだけどとかね、今子供が2歳なんだけど3歳なんだけど、まあこのぐらいまでですかね、3歳4歳、まあ言って5歳ぐらいまでの子供です。このぐらいの子供をお持ちの方が、これから子供が10歳になりました、で10代になりました、いわゆるね中学校高校ぐらいになりました、どういうふうに家庭で、教育をしていけばいいですかっていうご質問があります。当然ですけども、私もまだそこまでやったことがありませんけども、これ絶対に必要不可欠だなってものがあるんですよ。でそれは教育する親ができてないといけないことなんですよ。だからもしね、これから子供を育てようとする親がこれできてなかったら、多分子供はめちゃくちゃになります。それはもう自覚されてると思いますんで、4点に絞ってお話しますね。まず1つ目は、話す力が親が高くないとダメですね。子供も話すのが下手になります。そうするとコミュニケーションが失敗して、要するにね、まあ、これ言葉悪いですけど、ろくでもない人との会話しかできなくなっちゃうんですよ。そうなるとどうですか、賢くなりますか。詐欺に遭いますよ。騙されますよ。でしまいにはね、汚い言葉使って親を罵ったり、周りの人と関係を壊したりしますよ。まあ、美しいところから美しいものが生まれるってことはありますけども、汚いところから美しいものが生まれることはないんですよね。まあ、ですので残念ながら高いレベルでの会話を親が心がけていくことがすごく必要だと思います。でダーティーな会話になるぐらいだったら無言の方がいいですよ。で必要なことを美しく語っていく、そして少ない言葉で多くのことを語れるような、そんなトークスキルがね、やっぱ親には求められてるんじゃないかと思います。じゃなかったら他で余計な言葉を覚えてきますからね。だからそれはねすごく怖いですよ。よそで覚えてきた言葉っていうのは、人を苛んだり人を傷つけたりとか励ましたり称えたりする言葉を覚えてこないですからね。その知恵ある言葉っていうのは高い頭脳にあるわけなんですよ。その高い頭脳っていうのは実はね、昔から続いている書籍の中にあります。残念ながら現代人はあまり高いレベルの会話ができない、できている人はあなたの前にあられないってことをね、よく確認した方がいいかなと思います。すごく怖い言い方になっちゃいましたけども、私も背筋に冷たいものが凍る思いでですね、非常に頭脳とトークスキルを鍛えていかないといけないなと思ってますし、まあ、一定のレベルで私は人の気持ちを動かすことにずっと成功してきましたんで、まあ、そんなにね的を外してないとは思うんですけども、でもね言葉ってのは私一人から聞くわけじゃないですからね。ですので皆さんもぜひねトークスキルを鍛えていただきたいと思います。人前で話すことが得意じゃないと本当にかわいそうな目に遭わしちゃいますんでね、なんかそんな気がするんですよ私は。で2つ目なんですけども、話す力が何で必要かっていうと、これから IT 化とかロボット化とか自動化って進むでしょ。でも人間は人間と話したい欲求っていうのは最後まで消えないんですよ。と思いませんか。人っていうのは誰かと話したいっていう欲求は最後まで残るんですよ。機械と対話できてりゃいいやとかっていうのは途中までなんですよ。それこそ自分の気持ちを分かってほしいとかね、自分の苦手な言葉をね受け止めてほしいとかね、そういう欲求ってのは人は消えませんので、話の上手な人っていうのは最後まで求められる人になります。逆に話の下手な人っていうのはどんどん求められなくなるんですよね。まあ、これは多くの方が多分覚悟してらっしゃることだと思います。ということで話す力が1つ目、これはね家庭でしか教えられません。世の中ではろくでもない言葉ばかりが渦巻いてますからね、ご用心ください。っていうかあなたが先に毒されていたらねもうどうしようもないんですけど、ね、はい、で次はね投資の力ですね。これもやっぱり投資の力っていうのはもう今の時代親がねマスターしてないとダメだと思いますよ。投資っていうのは私は48ですけども、それこそ教わったことがなかったですよ投資なんてのは。だから自分で学ぶしかないんですよね。学校とか家庭とか社会っていうのはある一定のレベルで物は教えてくれます。教えてくれないことは自力で学んでいくしかないんですよ。単純なことですよね。そんなことを社会で教えてくれないじゃないかって言って泣き言言って終わるんでは、それはもうね誰も聞いてくれなくなっちゃうんですよ。だけど泣き言という前に自分で学びましたかってことなんですよね。自分で学習しましたかってことです。教育を受ける権利は私たちにありますけども、学習する権利もあるんですよ。だから学習する権利はね放棄しないようにした方がいいと思います。もう時間は本当にね限られてますからね。この投資の力を身につけずして遊んじゃダメですよ。怖いですよ本当に。で次ビジネスの力ですよね。ビジネスの力っていうのはよく言いますけども、これはもう多くの方がご存知だと思いますけども、
集客して商品作ってセールスする、この3つなんですよ。この3つが当たり前のようにできてないと誰かのビジネスの仕組みの中に入るしかなくなっちゃう。要するに就職するしかなくなっちゃうんですよ。でも就職って今でこそ厳しいのにこれからあると思います。多分就職なんて寝言言ってたらお父さんお母さん失格になっちゃいますよ。就職するところなんてないんですよ。もし就職ってものを考えてるんだったら、お父さんお母さんの勤めてるっていうかね、作った会社に入れてあげてください。だから自分の知らないね、預かり知らないどこの誰か分かんない人の会社に入れない方がいいと思います。もし就職をどうしてもさせたいって言うんだったら、もうなんかね、 Google とかね、 Amazon とかああいうところにさせた方がいいと思うんですよね。まあ、本当にそのぐらい極端なところを目指さないと、なんかそのどっかに就職できればいいやみたいなレベルではもう済まなくなってきますんでね。だから30年ぐらいその感覚がもうずれちゃってると思うんですよ。で、4つ目なんですけども、当然ですけども IT スキルですよね。まあ、できればプログラミングがちょっとできればいいかなと思いますし、そうでなくてもソフトウェアをね、上手に使っていければいいんじゃないかなと思います。もうこれもだからね、まあ、私の年齢っていうのは基本的にはIT スキルはあまり苦手な人が多いんですよ。でもやっぱりね、一定のレベルの会社にお勤めの事業をされてる方っていうのはやっぱり40過ぎてからパソコンとか覚えないと出世できないんで、みんな覚えますよね、忙しい仕事の中で。で、結局社会を動かしてるのってどのぐらいの年代の人なのかっていうと、やっぱりね、40代50代の人が最先端でやってるわけなんですよね。アメーバの社長って何歳でしたっけ、でしょ。堀江貴文さん何歳でしたっけ、でしょ。孫正義さんおいくつですかってことなんですよ。だから IT は若い人のものって考えてらっしゃる方多いですけども、若い人ほど IT あんまり使えてないと思った方がいいですよ。結局はビジネスの世界で勝ち抜いてきて、その仕組みをよく理解して、なんで必要なのかってことが分かっている本質にたどり着いた人が IT スキルを絶対必要だからってやった方が早いんですよね。まあ、もちろんね、若い方が IT を駆使してこれから何かをするっていうのは確かにあります。でも現実今世の中を動かしてるのはいわゆるおじさんたちなんですよ。だからおじさんたちに負けないような IT スキルを身につけた方がいいですし、高い IT スキルを持った方がそういったわけのわからないおじさんに雇われてね、結局こき使われてるっていう図も未だにあるんで、これからね、本当にこうお父さんお母さんが IT スキルってものを、まあ、学校よりも高いレベルの高い責任で教えてあげたらどうかなと思いますよね。まあ、IT スキルの中にはね、まあ、私の場合は YouTube を使う、まあ、そういったスキルとかね、アフィリエイトの仕組みとかっていうのでいこうかなと思いますけどね。ということで4つにまとめてお話しましたけども、ちょっと怖かったでしょで、続きは速稼塾の中で限定公開動画の中でやりますんで、まだ先がありますから、これまだ入り口ですからね。こんなもんで、あ、きついこと言わないでよって言ったら世の中はもっときついですからねで、このね、4つの原則ができないうちに大人になっちゃうと、あなたの子供はすごく悲惨な人生になるんじゃないかなと思います。いや、この4つ以外になんか抜け出す方法ないですからね。怖いですよね。早めに、今だから5歳以下の方っていうくくりでお話しましたけども、5歳以下だったらまだこれから間に合うんじゃないですかね。もう自我が芽生えちゃうと好き嫌いだとかね、結構寝踏みしてくるんで、結構扱いにくいんじゃないかなと思いますよね。本当ね、まあ、厳しい時代ですね。私なんてね、大学出て大きい会社に勤めればもう安泰だと思われてたんですけども、思ってたんですけども、全然そんなことなかったんですよ。せっかくね、上場企業入ったんだけども、入ったっていうよりもね、入った会社が上場したんですけども、退職してよかったと思いますよ。危ない危ないんですよね。いや、本当にすごい時代ですね。ということでね、質問に全部答えましたよ。以上でございます。ありがとうございます。